皆さん、本日もお仕事お疲れ様です。ジクタ和沢です。一日の終わりに世界の有名な詩をお届けします。最後にこの詩に対する感想をお話しできればと思います。本日は手紙をお届けします。手紙、寺山修司。月夜の海に一枚の手紙を流してやりました。月の光に照らされて手紙は青くなるでしょう。人が魚と呼ぶものはみんな誰かの手紙です。いかがでしたか？私のこの動画もいつか魚になっていくのかもしれません。それでは今夜夢の中でお会いしましょう。